フリーアナウンサーの森かすが29日放送のフジテレビ系酒のつまみになる話毎週金曜夜9時58分に出演これからやりたい仕事を率直に明かす場面があった写真森かすずっと会いたかった男性芸能人森かす今後やりたい仕事とはこの日は森が今後一番やりたい仕事について話題に 森は一番やりたい仕事ですか本当にやりたいことですねと確認するとお芝居ですと女優業をやりたいと率直に明かしたするとスタジオで聞いていた少女時代のスヨンスーヤングから一番やってみたいキャラクターとかありますかと興味津々な質問が森は悪女とか悪役やりたい詐欺師とかと悪役に憧れがあると告白し 嫌われてる理由を役のせいにしたいと冗談もマジも交えスタジオを笑わせた。スヨン、悪女役に興味、言えないことを言える。また、MC でお笑いコンビ、千鳥の第5からは悪女って難しいでしょ。と役柄の難易度が高いと心配の声が。しかし、女優の水木ありさらは、悪女楽しいですよ。と笑顔できっぱり。 悪役とか癖の強い役の方が味付けをしやすいと森へアドバイスも付け加えた。スヨンは、普通に他人に言えないことを悪女やるときに言えるって楽しくないですかと森の憧れの悪役への興味も明かしていた。